ホーム駅前東中津駅は、大分県中津市大座これのリアザ古海にある、九州旅客鉄道日報本線の駅である。単式ホーム2面2線の設備を有する地上駅。互いのホームは、古船橋で連絡している。1915年地区の木造建築の駅舎がある。2015年3月14日のダイヤ改正に、合わせた JR 九州の無人化計画で、 大分県内の対象となった。それを受けて、中津市が受託する簡易宅駅となることになった。IC カード守護課は乗降とチャージのみ対応。1965年度には、乗車人員が29万634人、降車人員が29万6362人で、手荷物や小荷物も取り扱っていた。2013年度の乗車人員は11万45人。 公社人員は11万657人である。1日平均乗車人員の数値は、各年度版、大分県統計年間による、年間乗車人員の値を、各年度の日数で割った値。中津市郊外の住宅地が広がっているが、工業地域の様相も提出。ありがとうございます。